トリッキーな中山2500、今年はどんな花を咲かせるのか。第67回グランプリ有馬記念スタート、いいスタート。ただジェラルディーナ後ろからになりました。好スタート、タイトルホルダー。外からディープボンド、さらにブレイクアップ8枠2頭、さらにボッキリにも前に行きます。外して外枠が前へ前へ、そしてジャスティンパレス、内の方でエフフォーリアは後位集団につけています。赤い糸が後方からになりました。最内枠の赤い糸。さあ最初の 3,4 コーナー、中間から4コーナーカーブ、正面スタンド前に出てきます。タイトルホルダー、好スタートからの先手、今年を彩った各馬のお目見えです。正面スタンド前、スタンドの影が伸びる中に各馬が入ってまいります。信じていくタイトルホルダー、横山加藤先頭、後続に3馬身リード、2番手ブレイクアップ、歓声の中、拍手の中、内でジャスティンパレス、トムバーカンド3番手、外からはディープボンド、カバー4番手、そしてその後ろにボッキリーニがつけています。さらにエフフォーリア6番手を行っています。比較的ジェラルディーナは後方から赤い糸が最後方、ハイブド戦が61秒2です。タイトルホルダー以外は競っていかない、他の各馬は1段です。向こう上面に入っていきます。2コーナーカーブ、タイトルホルダー先頭リード、こんな感じ。2番手ブレイクアップ、外からディープボンド、川田3番手、内ジャスティンパレス、その後ろにボッキリーニです。そして去年のチャンピオン復権を期せフォーリア、横山武史、ここのポジション、伊豆城の奇跡がいる、さらにはポタジェがいました。そしてイクイノックス、ルメールは比較的後方より中段の外につけています。そしてウィンマイティがいて、さらにはラストドラフト、真ん中ついてはアリストテレス、武豊、そしてベラーズールはこれも比較的後方、ジェラルディーナがいて、さらにボルトグフーシュがいます。最後方から赤い糸、スタート地点のあたりを通過して2度目の3コーナーカーブです。各馬1段、タイトルホルダーがまだリードをキープ、押していくディープボンド、外からエフフォーリア、イクイノックスが一番外、黄色の帽子上がってきた。まだ先頭タイトルホルダー、懸命にディープボンドが追っていく。エフフォーリア復権なるか、外から持ったまんまでルメールとイクイノックスが迫ってきた。最後の直線迎えました。外に回してボルトグフーシュ、福永雄一が追い込んでくる。イクイノックス先頭、イクイノックス先頭、2番手エフフォーリア、ボルトグフーシュが来ている。そしてジェラルディーナも追い込んできた。しかし突き抜けた、早めに突き抜けた天才少年、中山でも強し、イクイノックス。イクイノックス完勝。